とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー3周回っていきましょう。毎日毎日、5、6周回ってるけども、なかなかいいのは出ないね。で、同じような装備でずっと行ってると、ちょっと飽きてくるのよ。なんで、今回は普通できたけども、2回目、3回目は、ちょっと、違った構成で、クリアしていきたいと思います。とりあえず、1周目は、いつも通りの構成だね。これでやっていきます。まあ、一番これがね、安定すると思うんだ。ただ慣れてるだけなのかな。とにかくこれが今、俺の中では一番安定してクリアしていけてるので、もう間違いない装備がこれだと思うんだよね。こういうね、ゴーレムがめっちゃいい爆がついてる。まあ一番いいのは、あれだけどね、クリティカルと、あとエコーとか、凶暴化とかその辺がつけば、めちゃくちゃ早いんだけどね。はい。とりあえず、最初1回目、普通の構成でクリアしました。報酬なんでしょうか？イカか影か、あと、サイス、どっちか。あ、普通のサイス出てどうする、お前。あー、狼のアーマー、なるほどね。クールダウン、クールダウンか。はい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 。今までね、防具にクールダウンつくことがあんまなかったんで、まあ、流れが来てる可能性あるよ。なんかクールダウンが来だすと、結構つくもんね。こういう時にイカとか、影がポーンとくればクールダウン付きのやつが手に入るんで最高なんだけどな。まあまあ狼はいりません。ファイアブランドサイスっては言ったけどさ、これじゃなくてユニークのサイスで、さらに、エンチャントで流れ込む魂がついてるやつ。まあ、できれば、衝撃波旋風もついてくれれば嬉しいけどな。まあ、ファイアブランドかな。こん中だったら。間違いないでしょう。一つだけユニークだしね。これにしときます。はい、二回目でーす。こんな感じできました。ドラー、森、ゴーレム、そして、壊れたソーブレード。全然良くないとは思うよ。道中もきつかったし、やっぱりゴーレムを強化していった方が断然安定する。断然よ。いけ。いやー、壊れたソーブレードよくねえな。いや、森の方が断然強いわ。いやー、いや、このね、壊れたソーブレードは火力スキルが乗ってからこそだもん。スキルが全然良くない。とてもじゃないけど、使えないなぁ。まあまあ、ドラを使った時の森の威力っていうのは、すごい。ただ、ドラをね、途中で持ってくるよりも、ゴーレムを強化していった方が、道中は早く進むね。まあ、とりあえず、2周目、おしまいです。報酬見てみましょう。なんだ？しょぼい、しょぼい、しょぼいな。でもまあ、このね、フレイルもね、意外といいってことが分かったんだよな。なんでここはちょっとフレイルかな。あー、でもね、持ってるか、いいか。あ、いや、そうか、フレイルはチェーンなんだ。よりも太陽の愛。いやー、太陽の愛？輝きレベル1だぞ。レベル1の輝きは全然回復しないもんね。まあいいや。エンチャントは、まあ旋風、衝撃波、虚無。いや、虚無は良くないなぁ。スタンかなぁ。いやいや、まあまあ、とりあえずこれにしときます。はい。3周目も頑張りましょう。それでは3周目、これで来てます。途中でメイスに変えてきました。
多分ものすげえ火力は出ると思う。まあ、とりあえずやってみないと分かんないね。どうでしょうか、俺のメイスの威力はどれぐらいいくかな。ちょっとまだ未知数だけども、いけ、全然減らない、全然減らん。びっくりした。え、ここまで火力ない、火力ねえわー。いやー、驚くほどの火力のなさ、びっくりするわ。あ、やっべ、やば、まあいいか、いけないこともないでしょう。いけ、フルスイングでこれかよ。やっぱなんだ、火力スキルがなさすぎるし、ちょっと衝撃波が飛んでなかったよね。あ、そうか、メイスでは衝撃波飛ばないか。ただただ叩くだけになってますもんね。ちょっとこれはよろしくなかった。はい、ではとりあえず報酬見てみましょう。予定だったらもっとこうバーッていくつもりだったんだけどね、そうはならなかった。これか、これかよ。どれにするかな。まあ、まずハープクロスはもうすでにあるんでいらないよね。で、ブロードソードか誕生終焉、どうだ、誕生終焉なんかいいのないか。衝撃波、クリティカル、輝き、ブロードソードは、そうね。これ誕生と終焉にしようか。まあ、どっちもどっちなんだけども、こっちの方がまだ使える可能性があるね。こっちにしときます。はい、それではタワー3周やってきました。今日出たのがこの3つ。まず、誕生と終焉だね。もしも使うとなると、衝撃波、輝き、まあ、クリティカルかな。で、フレイル。まあ、これも、虚無、あ、いや、虚無あんま良くないんだよな。これにはあんま合わないんだな。かといって、凶暴化もスタンもいまいちだから、まあ、エンチャンの2つだけか。衝撃波、旋風だね。そして最後、ファイアブランド。これはなぁ。いやぁ、ちょっと使いにくいと思う。今回のやつはちょっと外れです。なかなかやっぱいいのがね、出てくれないんだ。クリアしてからの、このお店もね、ちゃんとチェックしていってるけども、なかなか。素晴らしいものが出てきてくれない。よくないね。ここでね、なんかいいのあればいいんだけども、なかなかやっぱ出ないね。はい、ではタワー毎日ね、5、6週やってます。まだまだ続きますよ。やっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。